ージ終わったよ。隊長、仕事が終わったら私たちに付き合いなよ。実はこの近くに素敵なダンスホールが開店したらしいんです。シャノワールの商売敵になるやもしれん。偵察も立派な仕事だ。大神さんもご一緒にいかがですか？
ですか、大神さん。私、ここから眺める夜景が大好きなんです。ねえ、大神さん、欧州博覧会って秋には終わってしまうんです。なんだか寂しいですよね。ずっとずっと続けばいいと、そう思う時もあります。わかっています。永遠に続かないからこそ大切にしたいと思うんですもの。大神さん、私たちにも終わりがあるんですよね。グランマから聞きました。大神さん、いつか東京に帰ってしまうんですよね。どうしてあの時に言ってくれなかったんですか？私、とっても寂しくて、1分1秒でも一緒にいたい、そんな不安な気持ちになります。でも本当に心配しているのは別れることじゃないんです。大神さん、東京の花組さんに将来を約束した大切な人がいませんか？やっぱりそうだったんですね。
許すものか。許しはしないよ。太古の魂はこのパリという都市を決して許しはしない。許しはしない。君の敵が平和を脅かすものなら、この少女たちは君の仲間ではない。なぜなら、この少女たちには君が戦った怪人たちと同じ血が流れているのだ。それは古より続くパリシーの血。してるんだろう。体がふわーっとなったと思ったら、意識を失ったみたいになって。すごく小さい頃に聞いたような気がしますけど。もしかして怪人の仕業でしょうか。了解。
整備急げ。すぐに出撃だぞ。了解。私たちはそれを調べに来たんだろう。何言ってんだ。何でしょうね、この根っこ。気持ち悪い色してますね。ただの植物ではあるまい。何者かの意志でこうなったに違いない。わかりませんけれど、このままパリ中に被害が拡大したら大変なことに。奥に何かいるぞ。また世の邪魔をしに来たというのか。さあな、一度は死んだかもしれん。だが世はここにいる。このパリが世を求めておるのだ。破壊してくれと呼んでおるのだ。わあ、またなんか出てきたよ。そのようなものは知らん。今の世に見えているのは叩き潰された諸君らの姿だ。覚悟しろ、小僧ども。
わかりません。奥に何？おお。だ。はっ。
私にも出番。地獄より来たれ、災いの子。
次の札束。北王子花火。Thank you.
二の舞。ご宮殿。より来たれ災いの友。ここは私が。
見事な。
守護者よ。
いか。
成敗してくれ。たとえこの世が滅びようと、針の滅びを止められはせぬ。針が針である限り、滅びの曲は鳴りやまぬのだ。あみんな、あれ見て。変な猫が光り始めたよ。カルマールは倒した。どういうことだ。植物と怪人に関係はないのか。あるよ。はじめましてと挨拶すべきかな。心配いらない。彼らの仲間ではないから。まして君たちの味方でもないよ。知恵の意志を伝えるもの。人間はサリュと呼んでいた。この地は自然の恵み豊かな大地だった。
リュとやら、くだらぬまやかしはやめろ。でもなんだか懐かしい感じがするよ。昔どこかで見た気がする。これは彼女たちが祖先より受け継いだ太古の記憶。セーヌ川に浮かぶシテ島、かつてこの地には自然と共に生きる一族がいた。その名をパリシーと。そう、自然と共に生き大地に愛された一族。パリシーの時は終わり、ローマ人により滅ぼされる。大地にパリシーの怨念を刻み、道を誤った人間に踏みにじられたのか。このパリにそんな歴史があったなんて。人間はパリシーを恐れ、パリに魔術を用いた城壁を築き、怨念を封じ込めようとした。パリに生まれた怪人、それこそがパリシーの怨念。自分たちの手で築いた城壁を自分たちの手で破壊した愚かな人間を罰する者。君たち、パリ歌劇団は怪人たちと同じパリシーの血族なのだ。見せてあげよう、パリシーの血を、その証を。私の手の甲に紋章が。ふざけるな。私たちと怪人が
同じ血を引いてるだと。ですがロベリアさん、胸の奥から湧き上がる奇妙な懐かしさを感じませんか？隊長、理由は説明できないが、ヤツの言うことは確か。僕、生まれるずっと前にパリシーとして生きてたと思う。なぜだかそう思うんだ。私にすごい力があったのも、みんなに霊力があったのも、パリシーの血のせいなんですね。その紋章こそがパリシーの血族たる証。パリシーは死せる魂に大いなる力が宿る。怪人は死して我が力となった。君たちが怪人の肉体を滅ぼし、魂をも滅ぼしてくれた。そして怪人の死した魂はこの寺院の地下に眠る古の力を呼び戻す。これは君たちに倒された司祭にして生贄たるもの、怪人たちの魂。目覚めよ、オーク巨人。パリシーの魂をもって古の盟約を果たすのだ。パリシーの血を引く者が逆らえるはずがないだろう。パリシーの願いは成就された。とこしえに消えるがいい。パリと名付けられし偽りの都市よ。それではごきげんよう、パリシーの子供たちよ。また会う日まで。
ートルダム G より発生したオーク巨樹は成長し続け、世界に広がっています。オーク巨樹の直接攻撃により主要道路は壊滅、建物も倒壊、都市機能は完全に沈黙しました。明日の夕刻にはオーク巨樹がパリ全域を追い尽くします。パリが消える、まさに最悪だね。ムッシュ、それは違う。オーク巨樹だけなら勝てる見込みはある。問題なのはこの子たちだよ。祖先がパリシーだと知って戦う意志を失っている。失ってはいない、失ってはいないのだが、パリシーの歴史を知って今のパリを守ることに納得がいかないのです。甘えるんじゃないよ、これは戦争なんだ。そしてあんたたちは兵士なんだ。違う、私たちは人間だ、機械じゃない。あんたの言いなりにはなれない。人間だけどパリシーなんだ。僕は戦えない。グランマ、大神さん、すみません。どうしたんだ。シャノワール劇場部分にオーク巨樹が到達、外壁に攻撃を受けています。閉鎖完了。地下施設までの突破予想時間10分。とりあえず脱出するんだ。ベル、全施設内に避難命令を出すんだよ。ジャーニー、エクレールの発信準備を急がせておくれ。分かったね。ウィッ、オーナー、あんたたち何してるんだ。早く格納庫に向かうんだよ。はい。
いつはエクレールホルト。敵地への強行突入を目的にした新型エクレールさ。じゃあ自慢後にしとくれ。時間がないんだよ。わかってますよ、オーナー。コブはすでにフォルトの中だ。早く乗り込め。発進準備を急げ。もたもたするんじゃねえ。オーク巨樹、格納庫内に侵入。エクレールフォルトに迫ってきました。遅かったか。緊急発進、総員衝撃に備えな。蒸気ユニット臨界突破。安全装置解除します。発進。オーク巨樹、来ます。すぐにフォルトの上に出て上級ユニットを守るんだよ。上級ユニットが破壊されたらこのエクレールフォルトは爆発してしまう。でもあのオーク巨樹は。
私に任せな。